し、やってやる。トラとハナのコンビは無敵だもん。よし、ライジング抵抗2を、ホムラちゃんとミヤ、あーもうごめん、本当にごめん、ブレイク入ったのにごめん。そうか、ダウンもいるのか。そっか、ライジングだけじゃダメなんだな。でもトラね、ライジングチップじゃないじゃん。トラは別枠だからさ。あー無理かな、トラ崩れないかな。あーブレイク、ナイスナイスナイス、あダウン。よかった、ダブルダウン。トラは変えたったか、変えたったね。ほい、これで貯めてほしいね。いけた、すごいな。あ、ブロー。今から封印しようかっていうところに嵐。ライゾーレイト。でも後半でブロー封印した方がいいのかね。ナイスナイス。あ、いやーやっちゃった。あー弾かれるね。いけますね。決めてくれ。ほい、アメイジングからの使っちゃって、あれ、ほいほい、グーレイト、バキュン。火が効くね、火が効くね。水にして、弾かれるからジャストになってないのか。いける。あーブロー。気になるよね、それはなるわ。あーダメかな、ダメ。ダダダダウン、あダウンやってない。あーダメかダメかダメかダメなのか、ダメかダメか、残念だったな。ナイス。あーブレイクごめん、間に合わなかったな。絆はないから使っちゃってからのトラに、あーブロー。トラ待ち、どうする、自分がいるか。1、2、3、いける、ナイス。クライデスモー、ほい、ブーレイト。いけ、さあ氷が欲しい。でもいけるじゃん、いけるのでは、いけるのでは。やったやった、うわー勝った勝った。いやまあ正直ね、もうちょっとあの時に勝てたら一番嬉しかったんですけど、もうさすがにあれ無理やったからね。足折り伸びしてんの。
やいやいやいや、はい。あー、いや、あなたは強かった。いや、本当に強かったです。うん。そうです、心を落ち着けて。集中。構造計算中。うん。いけそう。いけそう。レックス、一刻も早く解決しましょう。頼もしい言葉。俺の心を開けたな、お前の腕と、その言葉でいつも言ってるけどね。そうなんだ、一緒なんだ。いつもネックスもなんか、なんだろう、ヤスリのように言ってる。いやー、ほんとこんな強い人がさ、いてくれたらさ、この村も安泰ですよ。村じゃないですね、傭兵団ですね。いやー、大変でしたね。いや大変でした。もうほんともっと上手くなりたいけど、なかなか難しいな、ほんとに。でもほんとにね、みんな喋ってみ。実況ほんと難しいから。え、あーあーあーはーはーはー、あ、い、い、今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 から今から。高いって、いや待って待って待って、いきなりかい。拾って拾って拾って、あっ、ナイスナイス。こっちからでいいのかな。もうなんてこった。まださ、さっきのさ、チェインが残ってるから今なんとかなってたけど、さっきのチェイン、さっきのパーティーゲージね。そういえば確かに今回その強敵に挑むまでにパーティーゲージを止めてくるみたいなことしてない気がする。あー、もう二人は嫌だな。やば、やめるな。ありがとう。もうバーディーゲージめっちゃ使っちゃってんじゃん、これ。もう無理だよ、これで負けたら無理だよ。あー、無理だな、無理だな、無理だな、力をこないんだな。二人は、何が起こった。あ、なんじゃこりゃ。いや、めっちゃめっちゃ、ちょっと助けてあげて。あ、ブレイクしてる、ブレイク。あ、ダウン、ナイス、ダウン、ナイス、ナイス。にゃ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 、ナイス、回復、いい打点、いいね、いいですね。はい、ぶっ飛ばしますもん。ほいほい、グーレイト。あー、なるほど、挑発されてんのか。結構いるな。これ変えられない？変えられる。あああ、死んじゃった。お願いにゃー、ありがとう。ナイスナイス。あーあー、ナイス、カイク、もう本当にありがたい、ありがたい、本当にそれが。今JS にしてるから、あー、もう本当に死んじゃうんだな。
ク、ナイスブレイクだけど、ちょっとどうしようかな。ナイスナイスナイス。はい、トラに欲しい、任せますよ。ほいよ、おっしゃ。こんなもん、まだ落ちる、まだ落ちてる。あのトラで行こう。オッケー。あー死んでる。ビャッコ出したってことはやる気はあるってことかな。崩れろ、崩れてない。いけるか、いけないか。みたいな。あー超、いや挑発はいいんだ一人しかいないから。あーあにゃにゃ、すごい分かりづくないとこにいるんだけど燃えてきた。あーこう間に合わないんだけど、スイッチが間に合わないんだけど。トライから行こう。あナイスナイスナイス。あ、やった見てなかった違うこと考えてた。よかった勝てて。はぁ、あ、ふぅ、もう本当になんかもうわちゃわちゃでごめん本当に。でもなんか上手くなれるといいな。いい戦いだった、悔いはない。あんたの成長パンダムさんも喜んでるだろうよ。もう必死だけどねボタン押すのに。そうですね、観察感が足りませんね。構造計算中、 UO 連れてこよう困った時には UO さん。今のでいいの。コモンブレイドの同調可能数が増えた。新たに受注できる傭兵任務が増えた。これで3つになったの。さっきのはいいのかなスキルなんかまた読めると思って流し見ちゃったよ完全に。剣を真面目得たことによって村の傭兵たちは腕前を認めてくれたようだ。よりいい傭兵団になれるように頑張ろう。めっちゃ腕相撲してる。ということでどうなったんですか。おお、あ溜まってるんだ。レベルって、レベルじゃない経験値。おお、もう5400までいってる。そっか、チームは増えないのか。任務が追加された。山火事、アーツヘイト上昇、スパイク防御さん欲しくない。これやろう。熱い心熱い心さん、熱い心さん任務行ってる、もしかして熱い心さん任務行っちゃってる確かにねまたお願い。もうほんと強いよ、みんなみんな強い。もう私なんて全然ダメですよ。いつも同じブレードばかり使っておる。ドキドキドキ。うん、あーいやだって出ないんだもん、レア出ないんだもん出ないんです、持ってないんじゃなくて。よっと、そうだといいね。任務には推奨されてん能力あるから、それに合わせてブレードを選ぶ。1日かかる任務が半日で終わったりする。あれだよね、右下の推奨のやつだよね。なんかあまりさ、私なんだろう、
あまり効率を求めてないっていうか、なんだろうな、別になんか待てるみたいな感じでやってるんだけど。もうそうだよね、やっぱさ、効率がいい人はそういうことにちゃんと考えてんだよね。何気にいいのがあるので、さらっと今作ってます。そう、やっぱりでもね、いいものはコーヘルとかね作ってないんだよな。いいものは作りづらい。スイッチ短縮とかね、めっちゃ螺旋、あ、螺旋チューブ1個持ってる。どこだろう。これサルベージだよね。サルベージしないと永遠にできないじゃん、これ。じゃあそろそろサルベージをね、セロベージもしていきたいよね。そうか。やっぱ、取れる場所って違うよね。一個ずつ、一箇所ずつ。あ、なんだ、アーテムさん。あ、ああ、ただ話す人か。てか、ちょこちょこね、会話できる人が、いるんだよな。本当にそうなのかな。うん。あ、アーテムさんってあのアーテムさんじゃん。バミバミの話は聞いてる。俺が疑えていたのもな。こんなとこにいたんだ。そっか。では絆トークを挟もうと思います。ここは温泉の地ですね。ここの温泉は懐かしいもん。懐かしいんだ。初めてスペルビアで泊まった時に入ったもん。へえ。疲れが全部吹き飛ぶ、いいお湯だったよな。そうか、ここで宿泊していたのだな。なるほど、そんな大昔のように話をしてたけど、私、あ、まあ、大昔って大昔か。前は初めてやな。せやけど、見たところ、ここは混浴なんか。だよね、だよね。残念ながら違うもん。違うんだ。時間帯によって男女が入れ替わるもん。なんでドラがそんなに残念そうなの。そうか、そういう仕組みか。残念だったな。もう今のメルフの言い方めっちゃ好き。ちょうど今は男性が入っていい時間みたいだから、ここにいるみんなで入るもん。うん、うん、何ああ、男同士裸の付き合いが大切も、みんなの背中を流してあげるも、うわ、どっちもどっちもいいですね。上にしようかな。私は上を選びます。なので下から見ます。みんなの背中を流してあげるも、もその代わりトラの背中も流してほしいも。トラは仲間同士のスキンシップに憧れてたんだもん。私は遠慮させてもらおうかな。ああ、そういう断り方。トラと一緒に入りたくないもん。いや、そういうわけではないんだ。みんなどう思ってんの。ただこっちにもいろいろと都合があってだな。もしかしてトラがノポンだからも。メレフの体のリアクションよ。いや違う、そうじゃないんだ。ただもっと別の事情が。なあメレフ、そんな意地を張らんとトラのささやかな夢を叶えてやったらええやんぜ。こいつバカを言うな。貴様、面白がってるだろう。完全に面白がってますね。メレフ、お風呂に羽毛が浮くのを気にしてるもん。羽毛浮くのか。大丈夫も、トラは若いから比較的抜けにくいもん。いや、そういう問題じゃないんだ。だったらもしかしてトラのことが嫌いだったの。そうではないが。はっきり言わない。なんで。まあ、うん、気持ちは分からんこともないけど。メレフ、トラがかわいそうやないか。レックスは分かってるよな、あれはな。トラのことが嫌いじゃなければ背中の流し合いしてほしいもん。流すだけならいいんじゃない、着衣で。分かった、一緒に入ろうではないか。え、本当に。え困ってます、びっくりしてます。マジか、マジか。やったもん。
ただし私は服を着たまま入る。異議は認めないからな。うん。ほんまは温泉には服を脱いで入らなあかんで。入るわけじゃなくて、その淵辺にいるだけだからまだ大丈夫なはず。裸の付き合い、こうしてトラは気づかないままなのか。もう1パターン見ます。男同士裸の付き合いが大切も。男同士裸の付き合いが大切も。ここにいる4人で入るのか。当たり前も。それとも何か問題も。いや、ワイトレックスはええけど、メレフがね。なあ、3人で入っていくといい。私は遠慮させてもらおう。水臭いも。ほらメレフ、一緒に行くも。もしかしてトラって、メレフが女の人だって知らないのか。ワイラがノポン族の男女を服装以外の部分で見分けづらいように。おトラも男装をしているメレフのことはきっちり見分けられてへんのかもしれんな。なるほどな。まあ、男装、まあ、制服だよね。というかそもそも気にしてへんのかもしれん。うん、気にしなさそう。メレフ、覚悟を決めて一緒に入るも。断る。ノポにはお風呂嫌いが多いから、トラには分かるも。メレフは本当はお風呂が嫌いも。でもたまにはじっくりお風呂に入って綺麗にしないと不潔も。私は風呂は好きだし不潔ではないが、今回は絶対にダメなんだ。温泉を目の前にして往生際が悪いも。男ならパーッと勢いよく脱いで温泉にドーンと飛び込むも。いや、私は女だが。ああ、なるほどな。おもお、なあ、私の性別は女性だ。びっくりしすぎである。兄貴、ジーク、知ってたもん。私も最初どっちかなって感じだったよ。まあ、見ればね。トラにとっては世紀の大発見も。花やみんなに教えてくるも。これで一件落着かな。うん、こっちはすっきりしたね。やれやれ、今頃こういう問題が起きるとはな。メレフ、いっそのこと、お姫様みたいな格好すんのはどうや。いいんじゃないかな。拒否する。見たい。メレフ、それポニーテールかなんかして帽子の中に入れてるんだよね。結構髪の毛長いのかな。そこそこ長いとあんなに上がらないと思うんですよね、髪の毛って。なるほど、こっちは笑いというよりは真面目な感じでしたね。あ、メレフ関連の絆トークめっちゃ嬉しい。もっと欲しい。はい、クエストです。見づらいですが、ここの桟橋のクエストです。で、そのクエストの持ち主はウモンさん。ウモンのおっちゃん、ちょっと話しかけづらいですが、雲海の木図になったら楽になれる子。貸した船は帰ってこない。売った船の代金は未払い。新しく作った船はぶっ壊れ。申し訳ない。あげっくの果てに造船所が誰かに荒らされて生きる気力がなくなったも。雲海の木図師になるしかない。ちょっと待って、この今の言ってるうち2件ぐらい私心当たりがあります。船をあれこれした張本人だけど気にしないでも。さよならも。うん。違います。新しい船があれば整備と世話のため生きる活力が呼び起こされるかもしれない。アルスがね、緑の花粉玉は持ってない。あー、なるほどね。うん、アルス、うん、つらい。ねえ、このクエストめっちゃつらい。こんなんサブクエストでいいんですか。正式に謝らなくてもいいんですか。なるほど、情報屋から買うのね。
どれだ。あ、打ち上げられたアルス、これ買いましょう。道熊の時、トリゴの花畑の雲海の近くに複数のアルスが打ち上げられている。緑の花粉玉は持ってなくていいのかな。あー、ちょっと買う？買っとこうか。バトル中絆が最高になると必殺技ドライバーアーツのレベルが一時的に1上昇するっていうのは多分レベル4の話ですね。半属性である火と水、地と雷、風と氷、光と闇をお互い与えるダメージが大きい。戦闘中に絆が上がるとドライバーとブレードは強くなる。うん、敵に気づかれずに後方から攻撃することで不意打ちが成功しダメージが上昇する。そういうコアチップとかあるもんね。隠されたランドマーク、秘境と呼ばれる隠されたランドマークがある。いろんな場所に行き探してみよう。まあこれはゼノブレイドを今までやってきたら察しがつくところではありますね。アーツの数、ドライバーが覚えるアーツは武器ごとに4種、武器ごとに4種、バトルではその中から3種選んで使える。コアチップについて、特別な能力を発動させるコアチップがあるらしい。特別な能力を発動させる？発動するためにつけるのか。モンスターを倒すと特別なコアチップを落とすことがある。あー、そっかそっかそっか、コアチップってそういうことか特別な能力っていうのがそのコアチップについてる能力の話ね。コアクリスタルの種類にはコモン、ドレア、それにエピックの3種類がある。ブレイドスイッチ、信頼度が上がるとブレイドスイッチまでの時間が短くなる。あ、信頼度なんだ、短さは。なるほどな。全部買いました。すっきりすっきり。打ち上げられているとユアルスを探しに行こう。道行ってないといけないんだよね。ちょっと道刺しとこう。久しぶりの宿屋だ。40…39… え？そんなに上がるの ?39 から53 53? そんなに上がるの。あ、51か。51。ニアはちょっと遅。あ、そうでもないか。あー、結構上がるね。メデフが一番高いか。どんぐらい変わるん。わー、HP 結構上がるね。筋力とかも全然違う。へえ。まあ、あげません。一番最初、初めて宿屋に泊まった時ぐらいかね、あげたのは。まあ、今のところ不便はないので、なんか、なんだろう、苦戦するぐらいがちょうどいいというか。まあ、でも、ぶっちゃけ時間かかってるんですけど、時間かかる、そう。久々に爆睡した。思うんですけど、私さ、死にまくるから、チェインアタックできないなと思って。そこがね、ちょっと申し訳ないし、私の腕も上がらないなって、ちょっと、もやもやしてるところではあるんですけど、まあ、そういうのはね、終盤にたくさんできると思うので、今しかできないこのメインストーリーを、まあ、私が楽しい具合に進めさせてもらったら嬉しいです。